奥の院岩屋寺は、愛知県北郡南北田城にある寺院。尾張高野山州の総本山である。三号は、大寺山。別名岩屋観論。本尊は、千樹観音菩薩。北田西国三十三所霊城第一番、下四国霊城第四十三番札所。伝承によれば、霊気元年安生天皇の直眼書として、行基菩薩によって創建されたとされ。 かつては千元工寺とも合したという。大道三年に工房大使空海がこの寺の奥の院を開いたともされる。本堂はたびたび火災で消失し、文化年間に終わり藩主、徳川成友の依頼により、天台宗の密教像である豪牛より一子によって再興された。寺所は大本堂、奥の院の二家寺に加え、裏山の山頂にある空海の修行大師大仏と、 不動明王などの五福祉の霊所からなる。浦山の大使が、学の参道には、豪、牛尾立志が開眼したと伝える、石本家軍の八十八大師像と五百羅漢像があり、これにより、地元には空海への大師信仰が起こったとされる。昭和二十六年には、天台州から独立して一派を成し、終わり高の山州を称した。名鉄地多神仙内海駅と諸崎港を結ぶ、 下乗り合い西海岸線の路線バスの本数が少なく、特定日のみ内海駅からの直行バスが運行されていたが、2010年秋に、下乗り合いが内海地区から撤退し、直行バスは廃止。路線バスは地元のコミュニティバスに引き継がれている。岩屋寺経由は2017年秋のダイヤ改正で、土休日のみの運行で、上りより各五便となった。 全国人名官、P297 ありがとうございます。